新機種のさ、こう努力をせないけんちゅうとこう、もうでもあれ、折ってるよあと新機種のさはあれよ、寝ちゃダメよ、うん、あ、寝ちゃダメ、うん、俺みたいに深夜を2件気持ちでよし、じゃあ最後の運びだしよいしょ、140本市販で買ったら2万4千5千します。これで経費削減です。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、神田祭です。今日ですね、こちら8号地に来ております。久しぶりの8号地ですね。イノシシよけにね、あ、ちょっと見えんか、こうネットを張ったんですけど風で倒されました。まあまあこれはもうどうでもいいんですが、後で、ね、直します。で今日はですね、こちら、もうマルチ張ってるんですが、こちらに豆科の野菜を植えようと思います。あ、植えようと思いますか、ここ植える予定なんですが、支柱がねちょっと新規収納したってで、お金がない、とにかくお金がないので、お母さんと2人で、3号地にね借りてる農地に竹がいっぱい生えてます。なのでこれをね今日140本切り出してきました。昨日から今日にかけてね切り出してきました。で今日これをですね、今からちょっと時間いっぱい、今日野菜セットがね、5セット出す日なので、ちょっと時間もないので、行けるとこまでね、刺して、設置していきたいと思います。はい、じゃあそれではやっていきます。はい、ちょっとタイムラプスなので分かりにくかったと思うんですが、ここ地目が田で、ちょっと晴れは続いたんですが、ちょっと ね水はけが悪すぎてこんなことになってしまいました。こんな感じです。ちょっとぬかるんでね、脱出不能になるところでした。ちょっとどうしようかな、これ支柱を立てたとしても収穫の時に入れなかったら困るし、これ土壌改良ここも必要かな。しょうがないですけどね、ちょっともうちょっと畑がね良くならないと、ここも土が重たくて畝が上がらない、土が上がらないので、畝もねこうちょっと真ん中がへこんでる形になってる、 見たらねわかると思うんですが、ちょっとねこう真ん中がへこんでます。なのでね、こう土壌改良というよりは水はけ改、まあ水はけ暗渠明渠、一応ここにね溝は切ってます。ここね溝は切ってるんですが、中の方がね水がきれいに抜けきれてないみたいなので、ちょっとね改良していかないといけないですね。まあちょっと来週年が明けたらしばらくね晴れが続くので、それからですね、それまでちょっとこの畑には入るのはやめようかな。なので向こうのねここ防獣ネット、ここだけはねちょっと一回やり直そうかな。はい、ということで今日はですね、マメ科の支柱を立てる予定でしたが、ちょっとねうまいこといかずに立てることができないので、またね一から出直したいと思います。まあこんなこともありますね。新規収納はその畑の、特性だったり、そういったのがね、やっぱ晴れの日と雨の日と入ってみないとわからないっていうことですね。まあトラクターが入った時にね、ぬかるまなくてよかったなと、本当思いましたね。まあしっかり乾かして、もう一回ね、挑戦してみたいと思います。はい、ということで、新規収納して3ヶ月目ですね。のリアルとして、皆さんにね、いい動画をお届けできたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。じゃあもう一回出直します。バイビー。